倉敷シ,シティプラザは、岡山県倉敷市の JR 西日本倉敷駅の南口東西に位置するビル。東ビルと西ビルに分かれており、双方のビルは地下通路とペデストリアンデッキで接続されている。倉敷シ,シティプラザ東西ビル管理株式会社、株式会社天満屋が管理を行っている。本校では、東ビルに入居している天満屋倉敷店についても、記述する。 天満屋倉敷店は岡山県倉敷市町一丁目にある天満屋の店舗である。概要期限は1934年、天満屋が倉敷出張所を開設したことによる。1964年に倉敷資本の百貨店であった鶴屋百貨店と菊屋百貨店と統合する形で倉敷センター商店街に天満屋倉敷店が開業した。2005年、 三越倉敷店が撤退し焼きビルとなった東ビルへ倉敷市が天満屋を誘致。天満屋が誘致に応じて2008年3月29日に現在の店舗へ移転開業した。旧店舗は駐車場として利用された後に閉鎖されていたが穴吹港さんによる再開発が行われることになった。また、かつてロフトが入居していたが2018年4月20日に アリオ倉敷シ,ショップと統合する形で移転。現在は、アリオ倉敷2階の倉敷駅側の入り口のそばで営業を行っている。フロア西ビル全貌倉敷駅南口より、西側に存在するビル。アパホテル、倉敷駅前や倉敷市役所倉敷駅前連絡所、水保銀行倉敷支店などが入居しているほか、地下に飲食街がある。また、東ビルとは、 ペデストリアンデッキ、地下通路により接続されている。倉敷市営駅前駐車場も隣接されている。JR 山陽本線、白尾線倉敷駅南口から、徒歩すぐ ABCDEF、岡山県倉敷市倉敷駅前地区。国土交通省。2018年12月8日閲覧。AB、倉敷シ,シティプラザ東西ビル管理株式会社。 2018年12月8日閲覧。天馬屋の歩み。天馬屋。2021年2月12日閲覧。9。天馬屋倉敷店や途中車場に、ホテル穴吹高山建設、分譲マンションも。山陽新聞デジタル。山陽新聞社。2019年2月7日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年2月13日閲覧。ロフト。4。 20倉敷ロフト新装オープン。PR タイムズ2018年12月10日閲覧。フロアガイド。アリオ倉敷。2021年2月13日閲覧。ありがとうございます。